1595年8月20日、豊臣秀次が高野山で切腹しました。豊臣秀吉はなぜ自分の血を引かない秀頼を、現関白である秀次を排除してまで後継者にしたかったのか、かねてから疑問に思っていた問題であります。ただ本当に秀次を排除しようとしていたのかに対しても疑問があります。物語の結末は、豊臣家第2代関白豊臣秀次が高野山にて自害し、一族30数名が処刑されるスキャンダラスな大事件と発展してしまいました。豊臣秀吉は自ら築き上げた摂関豊臣家のブランドを傷つけ、正当な後継者2代目豊臣秀次を失う結末となり、豊臣政権が崩壊するその始まりの一歩となってしまいました。そもそも豊臣秀吉は62年の生涯で、淀の方との間に52歳と56歳の時に生まれた2人の男子以外に一次資料に残された子供の記録はありません。14人の側室を抱え、その他関係を持った女性は数えきれないにもかかわらず、子供ができなかった秀吉が現代に置き換えて言えば、70歳過ぎてから淀の方だけに2度も受胎させることは、生物学から考えるとありえないことであります。どう考えても秀吉には子供を作る能力が備わってないと考えた方が自然です。そこで利用したのが民間で作られていた子に恵まれない夫婦にも最後には子が授かる仕組み、通夜産労です。現代であれば人工授精により妊娠ができたでしょうが、当時では現実的行為が必要であります。おそらく大阪城内に専用のお堂を作り、僧侶ないし陰陽師が子宝を授かるように神仏に願掛けをして、宗教的な統帥が頂点に達すると、そこで子供の父親が判別できないよう複数の男と受胎の儀式を行うのです。服部秀夫九州大学教授の著書を参照。第一子の鶴松懐妊は秀吉の管理のもとに遂行されたので、誕生時には数多くの祝賀行事が残されており、正室ネネのもとで後継者として育てられました。しかし生まれつき病弱な鶴松は1591年8月5日数え3歳で死去し、秀吉は大きな落胆をしました。そして子作りを諦めたかのように12月関白職を秀次に譲り、政権の継承者としての地位を与えました。ところが1593年8月3日に第二子の秀頼が生まれ、事態は予定外の方向へ動き始めました。秀吉不在の時に淀の方が前回と同じ儀式を遂行し、誕生に結びついたのです。秀吉としては自分の管理外で淀の方が暴走したわけですから激怒し、鶴松誕生時と打って変わって一切の祝賀行事も行われず、秀頼の生育も異例の側室である淀の方のもとで行われることになりました。ただ淀の方に対してはお咎めを与えることなく、その代償として時吉式やフロイスの日本史に淀の方付きの女房たちと陰陽師が処刑や追放されたことが記されていました。このような経緯で誕生した秀頼ですが、鶴松と同じように自分の子供として認知し、将来政権を継承することを望むようになりました。しかしすでに2代目関白として豊臣秀次が政権についているので、秀頼を将来政権に就かせるために複雑な軋轢が生まれてゆきました。それでもなおかつ、なぜ秀頼を第3代関白に添えようとしたのか、最も考えられることは、摂関豊臣家の格格を高め、政権を強固なものにしたかったためではないでしょうか。織田家と浅井家の血を引く子供を後継者にして、豊臣政権に武家の血を入れ、さらに皇室から正室を迎えることも可能になるのではと考えたからではないでしょうか。悲しいかな、秀次の子孫ではそれが難しいと考えたのでしょう。秀吉が考えた最善の展開は、秀頼が成人するまで秀次が関白職を続け、
秀頼に関白職を譲りながらも、秀次は後見人として政権運営に関わっていくことを理想としたのではと思います。これまでの定説では、自分の血を引く秀頼を後継者にするため、障害となった秀次の存在をなくすべく高野山に追放し、切腹に追い込んだとされてきました。しかしです、1591年に摂関家、豊臣家、第二代関白として、決して他の大名たちがなり得ない地位についた秀次は、豊臣家として絶対に失ってはならない人物でありました。秀次への切腹命令は、1626年初版された保安太閤記という伝記に登場していますが、これ以外に書状の実在を裏付ける原本、写しが伝来していないため、資料としての信憑性は低いと言えます。これに対して秀次高野十三例という資料の写しが、佐竹家旧記南高雑録、徳川光圀が大日本史の編纂のために部下に諸国の資料を閲覧させて写し取った資料集に残っていて、その信憑性は高いと思われます。ここから言えることは、秀吉は秀次に切腹の命令は出しておらず、むしろ生きていてほしかったのです。なぜならもう一つ秀次には重要な役割がありました。1594年1月に秀吉から加藤清正、立花宗茂、島津家、吉川家宛に朝鮮出兵に関する朱印状が出され、翌1595年に豊臣秀次を総大将にして大軍を渡航させるつもりであると書かれていました。民国攻略の前提である朝鮮制圧に手こずっていて、局面打開には関白秀次に出陣させ、軍の士気を鼓舞させることが重要課題でありました。最初に述べたように、秀頼は秀吉の血を受け継いでおりません。仮に実子であったとしても、秀頼が幼いこの時点では関白秀次を排除することは民国制圧計画に大きな痛手となります。ではなぜ秀吉と秀次の関係に不協和音が生じたのか。考えられる大きな原因は、やはり民国制圧のための朝鮮出兵を秀次が反対したからであると思います。朝鮮の地で戦っている大名たちに秀次を総大将として大軍を送ると朱印状を送ったわけですから、それが実現されない場合、秀吉の威厳が地に落ちることになります。1595年になって、二人は大阪城や聚楽台にてこれまでにない数で会っていて、おそらく朝鮮出兵に関して説得していたと思われます。秀次も関白に就任から3年を迎え、たとえ実権を秀吉が握っていたとしても、秀次の承認なしでは進まないことがあり、独自の派閥も築かれ始めていました。秀吉としても立場がかなり追い込まれた状態になっていました。1595年6月、一つの事件が起こります。真瀬原作の天脈廃信大業事件です。6月17日に当時の御用勢天皇のご体調が優れず、真瀬原作は19日まで診療に当たっていました。しかし20日には伏見にいる秀次の診療に向かいました。困った朝廷側は天皇の御用体を一つ書きにして伏見にいる真瀬原作に伝え、翻訳を取りに行かせることになりました。この行為は関白秀次が真瀬原作に天皇の診療より自分の診療を優先させたということになってしまうわけで、非常に問題のある行為となってしまったわけです。この出来事を秀吉に問い詰められた秀次は、自らの意思で責任を取る形で高野山へ向かい、引きこもったのが事実ではないでしょうか。秀吉も各大名に、今回の秀次の行動はこれ以上大事には至らないので安堵するようにとの朱印状が送られ、諸大名の動揺を防ごうとしていました。しかし
7月12日付で発令された秀次高野山従例の内容が、いつまで高野山にいなければならないか期限が示されてなく、捉え方によっては死ぬまで山を降りられないとも解釈できるものでした。秀吉の思いとは正反対に、おそらく秀次は最悪のケースと捉え自害することに至ったのではないかと思います。秀吉の後継者である豊臣家第2代関白秀次が高野山で自害してしまったことは、豊臣家にとって大打撃になりました。自分の思いの正反対の行動を取られた秀吉は心底怒りが込み上げたのでした。その怒りが秀次を謀反人に仕立て上げ、政権維持のため世の中に対して秀次は自分への謀反を企てたため切腹になり、一族老党も同罪として死罪にさせられたと示したのです。結果としてこの事件を契機に豊臣政権が崩壊の道を歩み始めたことは紛れもない事実であります。残された豊臣秀頼は後年関白職に就任することなく、1615年大阪夏の陣で大阪城落城とともにその命を落とし、摂関豊臣家は滅亡となりました。